武芸団、女子部の集団演技演舞です。
南県の集団員でございます。先ほどもご紹介いたしましたが、南県は今足場の悪い場所、例えば船の上なんて戦うことを想定して作られており、低い姿勢、細かい作業を使うのが特徴です。現在、演舞中のチームは11月1日に行われる兵庫県フルスタイトップフェスティバルに出場いたします。重厚で力強い演舞をご覧ください。ご視聴ありがとうございました。